研究テーマを決めてまして、まあ対象は植物なんですけど、まあ特に日本列島の植物の、まあ分子系統地理学的研究っていうふうに書いてますけど、まあ要はですね、日本列島の植物相がどういうふうに成立してきたのかっていうのを探るような研究になります。まあ、なので簡単に言うと、例えば阿蘇の植物、いろんな大体5、600種いるんですけど、それが一体どこからやってきてどういうふうに生きてるのかみたいなのをですね、探るような研究になりますかね。なのでそれはちょっと日本列島全体で、明らかにしたいっていうのが大きなテーマになります。せっかく熊台にもいますので、阿蘇、まあ、もう日本の中では一番こう広大な草原が残っている場所ですし、やっぱそこに貢献できるような研究ができないかなと思ってますので、ちょっと阿蘇のその植物の成り立ちみたいなのを、まあ、将来的にまとめられるといいかなとはちょっと思ってはいますね。なので例えば花しのぶとかいますけど、ああいうその阿蘇にしかいないようなこういう植物もいるので、まあそういったものの起源とかですね、をちょっと今学生さんにやってもらってますけど、そういうのをちょっと調べられるといいかなとは思ってますね。日本全体ですごい種の多様性が高い、7500種ぐらいいるんですね。で、だいたい 25% ぐらい、だいたい4種に1種くらいは日本の固有種なんですね。なので、おそらく日本列島で種分化したような固有で進化してきたような植物がいっぱいいて、でそれで7500種っていうふうに多分なってるんだと思うんですね。で、まあ、その歴史的なちょっと背景っていうんですかね、どうしてそんなに多様なのかっていうのをちょっと探りたいっていうので今調べてるんですけど、一つはですね、高山植物、これは僕が学生の頃からやってる研究で、まあおそらく北の方に起源があって、で北の方からこう降りてきた植物だろうって言われているグループですね。でもう一つはここにはちょっとありますが、満遷要素っていう、これ草原性の、まあ阿蘇とかにもたくさんいる植物なんですけど、それを対象にした植物で、それはおそらくですね、こちらの朝鮮半島の方向から西の方からこう入り込んできた植物だろうって言われているんですね。まあ、ただですね、そういうふうには言われてはいるんですけど、それはちゃんと検証した研究というのは意外に少なくて、それをちょっと裏付けるような研究がまあ必要だなということで、研究をまあ進めているってところですね。最近やってるこの満遷要素っていう植物を使った研究ですね。満遷要素ってこういったですね、ものがその満遷要素になるんですけど、ヒゴタイとかキスミレとかオキナグサとか多分聞かれたことがあるんじゃないかなとは思うんですけど、その阿蘇の有名な草原性の植物なんですけど、まあ、そういった植物ですね、この大陸系依存植物というのも呼ばれてて、やっぱこの西の方の朝鮮半島を経由して大陸の、中国の極東、東北部とかですね、極東ロシアの方に分布の中心があって、そっちの方からちょっと一昔前こんな感じでですね、大陸と日本こう陸続きだった時あるんですね。でこの頃非常にちょっと寒冷だった時期で、そういった時期に日本この大陸の方からこうやって入り込んできたんじゃないかっていうふうには言われてるんですね。で、まあ、それをちょっと検証しようっていうような研究をまあしているということになります。あとですね、こういった感じで系統樹を書いてあげる、その、個体と個体の間の遺伝的な情報を抽出してきてですね、こういう系統樹を作ってあげるってことももうできるようになったんですね、最近はですね。で、そうすると、系統樹の基部にこういうロシアとかですね、この大陸の集団がついて、それで一番端っこに日本集団がこうつくっていうような、系統樹がまあ得られたんですね。まあ、なので
この系統値から見るとやっぱ大陸で起源してその後日本にこう広がってきたっていうことが、まあ、証明されたっていうようなことになります。で、まあ、一応それは論文にちょっとしたんですけど、またその何て言うんですか、遺伝子を使った何か起源を探るような研究もやってるんですけど、もう一つちょっと今進めようとしているのがですね、もう一つ、この阿蘇のこの草原再生に関わる研究っていう、まあ今でこそ阿蘇広大な草原だということを言われてるんですけど、今どんどん草原がなくなりつつあるんですね。まあそういう現状がちょっとあるんますので、それに何か答えるような研究できないかなというふうにちょっと思ってまして、草原を人々があんまりちょっと利用しなくなってしまったっていう背景があってですね、やっぱどんどん減ってるんですね。で、これ全部この阿蘇地域の絶滅危惧植物っていうことで、もうほとんど先ほどの慢性要素と一緒なんですけど、こういったそのレッドデータブックみたいなのに乗っかってるんですね。80種ぐらいだったかな。まあ、それで、まあ、それを何とかしようっていうふうに、それでいろんな団体が今動かれてるんですけど、阿蘇の草原再生にちょっと貢献できるような研究をちょっと進めていけたらなというところで、はい。